お、来ましたね、これ。やっぱり全然違いますね。いただきましょうかね。昔からあったような感じが、うん、ちょっとこちらに、うん、というわけで始まりました。今日はね、倉敷駅前にある鶴形商店街というねところに来てます。まあ、鶴形商店街ってねすごい大きいんですけど、まあ、商店街の中にもこうやって見てくれたらこの朝日商店街とかね、いろいろあるわけですよね。まあでもこのね通り見てくれたら分かるんですけど、まあ、この通りが鶴形商店街ということで、この鶴形商店街の一角にありますこのね第二又一さんというところに今日は行こうかなと思います。結構ね老舗のラーメン屋さん的な感じでね続いてるということで、ちょっと気になりますね。はい、それでは行ってみたいと思います。行きましょう。じゃあ早速入りたいと思います。どうぞ。はい、すいません、お願いします。あ、おすすめってやっぱこの又一そばと思います。又一そばが、一玉で普通のやつで、一番肉と麺が多いのはデラックス。デラックス、デラって、デラ、あ、このチャレンジのやつですか。あ、普通だと。あるんですか。すごいですね、この。どれしますか。デラックス。デラックスで。じゃあ僕、また一そばでお願いします。はい。なんか、いろいろと初めてのスポットですけど、この、ね、第一も、なんか駅前にあるみたいですけど、なんか、チャンケさんがなんか行ってて。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お、来ましたね、これ。やっぱり全然違いますね。違いますね。こちらがデラとなってて、こっちがそのまた一そばというところ。初めてのね、前から気になってたんですけど、はい、いただきましょうかね。どうぞお食べになってください。来ましたね。こちらがチャーシューでございます。ラーメン。いきます。うん。うん。あ。うん。走ってるな。あ、そうだから先は。
会は必ず聞いておくれてます。そういうスタートも別になりますから、いや、美味しいですね。いいでしょ、最近アプリなんですか、カップラーメンなんで、カップラーメンなんで。はい、来ましたね、終わりました。すごい商店街の感じがある中で、ある中でのこの中華そばのお店ということで、まあこんな感じで、なんか夜何時までかな、午後10時までやってるということで、もうなんか昔ながらのラーメン屋さんということで、ラーメン一つ54年ということですね。ぜひ皆さん来てください。じゃあ次に行きましょうかね。はい、ありがとうございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、倉敷市鶴方にありますラーメン一筋、昭和41年1966年創業の第二又市さんにお邪魔させていただきました。まあ、こちらなのですが、やっぱその歴史も長いということで、倉敷では、有名な中華そば屋さんで懐かしい味ということですね。まあ、ラーメンはですね、その濃いめの醤油色の、豚骨ベースのスープということになっております。麺は、黄色がかかったこのストレート麺ということで、スープの、コンビネーションがいいかなと思います。ね、またあの普通のコテリとかまた違って、もう懐かしのね中華そばということで、ぜひねちょっと行ってみてもらいたいなと思いますね。まあ、こちらなんですけども、なんかもともと違う場所にあったらしいですけど、なんか移転してここにやってきたということになってますけど、またここの他にもその倉敷駅前に本店の第一又市さんがね、あるということで、またね機会があれば行こうかなと思いますね。というわけで、営業時間が11時半から、夜の22時、定休日が木曜日となっておりますので、合わせて、行ってみてくださいませ。というわけでご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。